画面の前の皆様、こんにちは。メロビト Q でございます。本日はザ・フォレストの方、やっていきたいと思います。でね、もう早速、あちら、メーガンちゃんがね、おりますが、当たんね。ちょっとね、前回時間かかりすぎちゃったんで、安全策とか忘れてね、果敢に挑んでいこうじゃないかと。ということでね、言っております。結構ね、こういう戦い方したの、今までなかったんで、闘牛みたいな感じでね、やっているんですが、あ、でも結構刺さってるよ、もうね、結構矢が刺さっております。前ちょっとね、30分以上かかってたんで、ちょっとね、さすがに長すぎるというので、慎重にね、行きましょう。慎重にもう当てていこう。距離感間違えずにね。で、今日はあと一発もらってしまう。今回ですね、まあ、前回見なかった方のエンディングだった。めっちゃ持っていかれたな。ちょっと弓あと3本しかない。ちょっと作りましょう、たくさん。あの、せっかくあのあれなんだけど、あの火の意味は作ったんだけど、まあ、もうそんなこと言ってる暇ないですね。あの、うん、ちょっと結構ピンチ。ん？なんか今普通の源氏民の声聞こえたな。まあちょっと体力回復するの待ってね。行きましょう。ふう。しかしあれ結構貫通してきたからね、装備を。赤ちゃんも、あ、危ない危ない。なんちゅう人を騒がせな。もうでも結構削ったと思うんだよね、体力を。あそこに赤ちゃんいるな。当たってないか。当たった。さあ、メーガン、やばい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 。それまだ体力全開してなかったわ。いやー、危ない。なんかお腹空いてますね。スナック食べときましょう。さあ、いや、今回はね、あの、前回見なかったね、エンディングの方見に行きたいなと思って。まあこれね、このゲーム、このあのメーガンとの戦いが終わってから始めてもよかったんですが、まあまあまあ、ちょっとね、うん、まあやっていきましょうよ。チャンス、チャンス。なんかちらほら源氏民の声聞こえんだよな。危ね。いいよっぷね。
またなんかワンサク生まれてますね。撃退。大丈夫かな、弓の数足りるかな。あと1体2体いるか。 OK、 ちょっと弓の数勘定したい。25、羽は大丈夫だね。 OK、 行きましょう。遠いな。よいしょ、まあ、ある程度回収しておいてからね。来ないな、来ないな。ちょっと待ってね。あ、はい、大丈夫です。 OK、 言いましょう。ちょっとね、スカイプが来てた。うん、スカイプが来てたので反応しなきゃいけないなと思ったんだけど、反応しなくてもいい案件でした。多分詳しい内容見てないけど、死ね、倒れろ当たれ、まず。え、そろそろ死にたくないですか。よし、来た。よし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 、いいね。めっちゃ刺さってるな。よいしょ。というわけでね、まあ、弓矢だけで勝ちました。まあ、火とかつけてないです。完全な弓矢オンリー。よいしょと。で、まあ、メーガンのね遺体を持ち帰るんですが、あそこに原住民がいいんだよな。ここに来てからね、ほとんど倒してないです。だが、これ、左。今があれば、そう、そこはもう研究室。ここですね。でもここにメーガンをぶち込むと。さあどうなる。はい、何も反応なしですね。クタッということで、生きてるサンプル持ってこいということでね、ここに行きます。でもこの後はあれですね、前回言った通り、もう一つのアーティファクトがある場所に行くということで、そこに着くまではカットしたいと思います。さあというわけでね、来ました。でっかいアーティファクトのあるお部屋にね、到着します。はい、というわけでね、このぐるぐる回ってるやつ、これがね、まあ、なんか怪しげな物体だなというので、まあこれをね、まあここに来た時に2択あったわけですよ。で、このまま押したのがこの前のエマージェンシーシャットダウンね、これを停止するってやつで、もう一つここになんかあると。アクティベートって書いてあるのは、このこれを、まあ、本格的に起動しますかというので、なんか飛行機がね書いております。なんて書いてんだ上。ターゲットアクワイアド。スリーマチーズアイデンティファイド。ということで、この飛行機、この映ってる飛行機の中に3人の適合者がいると。トーマス君、ケビン君、サリーちゃんとね。いうのがいると。で、これを押すと、まあ、多分皆さんお察しの通り、まあね、あることが起きます。あることが起きて、なんですか、なんだっけ、
息子の、命がね、蘇生するという感じです。見てください、この景色。いい景色ですよね。というわけでね、息子を助けるために他の人を犠牲にしましょう。Press to confirm ということで、確認 OK。ということで、アーティファクトを起動いたします。はい。ポチッとな。んー、どうしよう。まあいいや、押しちゃえみたいな。アクティベート。というわけで、このアーティファクトがさらに勢いまして力を発揮しだすと。すると、何かが放出されました。さあ何が起きるのか。おっと、なんか聞こえてきますね。何か聞こえてくるよ。飛行機かな、飛行機かな、飛行機がいるね、いるね。はい。というわけで、分かったことは、そこのガラスむちゃくちゃ強いと。飛行機の羽がね、当たっても飛行機の羽が負けるぐらいですから。傷一つついてない。でまあ、あん中からね、まあ、生贄を取ってくると。まあ、1年後でございます。My next guest is a TV star, author, and real life plane crash survivor. さあ見てください、これティミーです。息子です。なんかピクピクしてますね。さあテレビショー、なんかテレビショーに呼ばれてますね。親子ともども、どうやってあの島から帰ったんでしょう。ピクピクしてんな。あ、サバイバル本を出版したと。うん。あ、それがあなたが使っていた斧ですかと。見てください、丸太をご用意いたしました。丸太を切るところを実演してくださいと。やらないんですか。やらないんですか。やるでしょ。うん、やってくださるんですね。ありがとうございます。さあティミーもこっちおいで。私誰の視点に立って喋ってんだろうねこれ。両方の視点に立ってる。これが斧です。こうやって切るんですか。こうですよ、こうこう。あなたね、その斧のね、角度違います。なんか不穏な、何が起きてる、何が起きてるんだ。はい、あの子大丈夫。あ苦しんでいる。あ、ピクン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 、まるであの時のメーカーみたいに。ピクン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 、落ち着くんだ、落ち着くんだティミー。ああ、落ち着いたみたいですね。うん、口の中からこんにちはしなくてよかったです。ザ・フォレストということで、これがね、もう一つのエンディングとなります。さあ時は流れて、シャワーを浴びているのは、さあバスローブを取って、いつの間に服着たの。大人になったティミー君でございます。さあいつの間に服着たんだい君は。さあ酒が飲めるお年頃になったんですね。枕2つありましたが、誰と一緒に暮らしているんでしょうか。ウイスキーを持つと手が震えて、
ああ、やばいね。腕がなんかやばいことになってますよ。さあ、あ、外が見える。あの森に帰りたい。こっから出してくれ。まあそんな感じの夢を見たわけですよ。しかしね、しかしもうティミーはねいない、うん、ティミーがねいないということを忘れてはいけません。もうねティミーくんはいないんです。はい、なのでね、なのでもうこの島でね一人で生きていくしかないので、うん、生きていきましょう。まあ、生きていくのにね大切なものをちょっとまあ取りに行きましょう。まあ、行くところどこかと言います。まずは船の方に行きたいと思います。ボートですね、ボート。いやーちょっとね長めの夢でしたね。うん、やっぱまあこんな森にいつまでもいたらさ、それはちょっといい感じの夢とか見たくなるよね。まあ途中なんかちょっとティミーが大人になった姿まで想像してしまってね、ちょっとなりきってしまったんだけど、まあ私です、ティミーの親です。ティミーの父親だよ。よいしょ。ああ、ウミガメいいね。というわけでね、ボートにね、向かっていきまーす。よいしょ。で、ここのね、船のドアをね、この金色のカードでアンロックして、スッと入ると何かあるよ。何かがあったよと。取れた、ちゃんと。これか。アーティファクト。このアーティファクトをね、今からね、持っていきましょう。雪山まで。火の高さはちょっと低いかな。ちょっと低いかもしれません。ですが、酒が落ちてんな。なんとか、行きたいね。雪山の上の方まで。多分最短で行くとしたら、やっぱあれなんだよね。ジップラインを使っていくのがいいのかな。日が暮れるまでに行きたいんだよね。帰ればどうとでもなるんで、正直ね。正直な話、帰ればどうとでもなるんで。なるべく日の高いうちに行きたいんだけど、どうだ、行けるかな。こっちこっち。まああの洞窟の中に、あの雪山のね洞窟の中に原住民いないんで、あそこでねちょっと時間潰して来ればいいだけの話なんで、まあね、そこまでたどり着ければいいんですが、たどり着けるでしょうか。さあ、ちょっとこれ食っといて。危な、なんか後ろから来てましたね。ふっ、危ない危ない。ここにも後でちょっと柵作っとこうか。よいしょよいしょ。であそこのピンクの旗ですね。ピンクの旗のところにあったと思う、確か。ほい。で、川を越えて。よいしょ。間に合うかな。さあ行くぞ。あ、結構遠いな。しかここに家作って休んでもいいんだけど、ここに家作って休もうか。
枝がない。葉っぱは十分。じゃあ枝探していきましょう。よいしょ。ここら辺あんまり探検したことないんですよね、実はね。なんかこっちの方甘くないんですよね、もっとやってたデータでも。ん？あ、ダメなやつだね、これ食べちゃう。木の枝、木の枝、ここにあるわ。枝が取れそうな木が。あー、よいしょ、オッケー。あ、いる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 。これ近くにゲンジミいると寝られないんですよね。しくじった。やばいやばいやばい、火投げてくるやつがいるやん。やばい、軽く死ねる。ふう、この原住民も回収したいんだけど。当たんね。おいしい。ずっと池の中にいようかな。うわあ、火持ってる人2人もいるやん。きついな。オッケー。ちょっと上に飛びすぎるな。OK。 あとはあれ一匹だ。あ、女の人って結構ちょこまく動くんだよね。ただ、近づいてしまえば、一人でいるときに近づいてしまえば、あんま寄ってこないかなっていう感じ。勇敢だな。もう薄暗い。やめにしないか。さあ、お家に帰りましょう。よいしょ。あれ、体力ミックスでいいや。雨が降ってきた。どこ？こっち？
こら辺に作ってなかったっけ？あれ？なくなってる？ある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 。朝まで待ちましょう。OK。さあ目指しましょう雪山を。雪山を目指していきましょう。道中ね、なんかいたら取ります。トカゲの皮とかね。トカゲの皮欲しいな。たくさん欲しいんでね、また後でこっちの方に家をね建てに行きたいなと思います。トカゲがね多いんじゃなくてワニがねいて、こっちの方にね、こっちのあっちかな、あの緑の旗立ってるとこよりもちょっと手前、あれ確か緑の旗立ってんのって南の方の島なんで、北の方の島の向こうの方の池というか湖にはまああのワニがね生息していて、そいつからトカゲの皮をね回収することができると。まあワニはトカゲじゃないんだけど、まああのあれですね、まあ、一応同じ爬虫類ということで多分トカゲの皮になっているんだと思います。さあ、あー綺麗な朝日だ。やっぱ洞窟の中潜ってるよりこうやってね外に出て朝日眺めた方が健康的でいいね。さあ行きましょう雪山。雪山に来てさえしまえばこれが使えるんじゃない。まあでも 上に向かってるからな。あでもここら辺から使えそうだね。まず一回あそこ飛行機のところ行きましょう。まず最初にあのなんだっけ、火炎弾のフレアガンの弾をね補充しときます。で旗の立っている方に行きます。ほい、よいしょ。さあこっちだよね。分かれ道とかなかったよね。まあ、奥の方に進む道があるんですけど、あっちはもう行けないようになってんのかな。確か研究所のあった方はね確かもう行けない作りになっていたと思います。塞がってるんだよね確かね、から戻っても。なのでこっちのここのロープで降りていくところに行くと。うーわい。でここに、アーティファクトを置くと、すると開ける、ここの扉が開くというので、これがねアーティファクト、よいしょございます。これがねこの先めちゃくちゃ重要になっていますよ。でこのアーティファクト何なのかと言いますと、あちょっと待ってね、よいしょ、弓、フレアガンの弾、ん登れねえ。これ何なのかと言いますと、このアーティファクトね、2種類のねモードがあります。まあ、一つは何かと言われますと、原住民たちを遠ざける働き、地面に設置してですね、地面に設置しておくとそこら一帯に原住民が近寄らなくなると、でもう一つがその真逆、原住民たちを引き寄せてくる、能力になっております。まあ、実際の使用感とかはねちょっと次回かな、次回にしようかな。
ちょっとね、長い夢も見てたもんですから、時間もね、録画時間も結構長くなってるので、次回に回そうかなと思います。実際に使うのはね。持ち帰っておいて、ライター消して、行きましょう。よいしょ。ちょっと待って、こっち側に行きたい。こっち側に。オッケーオッケーオッケー。多分オッケー。なんかぶつかったけど、そんなこと気にすることないです。いや、いいね、楽しいね。よいしょ。よいしょ。ここにね、テントがあるのを私は知っております。はい、というわけで。一応、どうしようかな。もうこれ消しといていいかな。ちょっとうまく取れてるかわからないんで、5と4残しといていきたいんですけど、まあこれでいっか。クリエイティブモードっていうのがあってね、それやってたんですが、まあ、ペンキ塗りってなんだ。ああ、私の名前か、今の。まあ、これに、上書きしておきましょう。確認。はい、というわけで、今回ね、まあ、もう片方のエンディングと、あとね、このアーティファクトを取りに行きました。これをね、実際どのように使うかは次回ということにしておきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。